無職転生心の声ラジオ。あれ、この看護師さん、はい、緑髪に若干のトラウマがある杉田智和です。今週も始まりました無職転生心の声ラジオ。シルフィアいい子でよかったよ。緑髪っていうとね、あのサイフラッシュ打つ人と、あとやっぱ君が望む永遠のね、これ以上は言わない、この番組は現在放送中のテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すの本編では実体がないのでなかなか注目が集まらない。いや、常に見てるんだよ、そこにいるんだ。ライディーン、もういるじゃないか、オープニングのアニメーションの中にっていう、あれと同じだよ。同じか、同じなのか、うん、ほら勇者ライディーンはほら岩からこう出てくるけどさ、あの英語のあの綴りの方のローマ字の方のあのライディーンの方だよね。あれライディーンいないじゃんってオープニングに、いるよそこにっていうね。分かった人は、僕と話があります。主人公ルディの前世の男を演じてますが、本編ではルディのモノローグを担当してますね。ではやっていこうか。今週もな、あのヘドのような、ヘドが出るようなリモコンさんからいただきました。イエローテンパランスかな、本当に。杉田さんこんにちは、アニメ拝見しました。特に自分はママが大好きです。あ、ジェニスね。今年の初恋です。これが一番面白かった、今年の初恋ってやつね。推しは増えていくものってやつでしょ、ね、今年の初恋だって。あ、ジェニスは役柄的に、あ、杉田さんのお母さんに当たると思いますが、ルディのね、うん、杉田さんは自ら作品に携わることによってキャラや世界観の魅力が違って見ることありますか。もうお客さんの視点はあんまないよ、うん、あの終わってから客の視点に戻るっていうのはあるけども、これで心置きなくこのアニメを楽しめるぞって。でも出てる間はね、そういうのをやっぱ偏っちゃうから、どうやったって僕も趣味があるからね。そうなると作品の関わり方としては結構僕は失敗することの方が多いので、例えばさ、女子がいっぱいいる中で先生って役をやると、やっぱ当然お気に入りとそうでないっていうのが出ちゃうのよ、うん、ダメじゃんそんな先生ね。だからそういう間、まあアニメ収録してる間はそういうの考えないようにしてる、うん、やだよ、なんか偏りがあったら。そのプレイヤーによっては原作がゲームだったらね、選んだヒロインがあなたのヒロインだから、それってさ、アニメで偏っちゃいけないじゃない、うん、でも展開によっては、例えばギャルゲー原作だと誰とくっつくっていうのをはっきり描くっていうのもあるんだよ、うんね、だからこそあの緑髪の看護師さんの話に、あっといや、あの人が好きっていう人も少なからずおるやん。だから悪いとかうわーとかそういうのは俺は言わない。はい、じゃあ行きましょうかね。それでは始めていきましょう、無職転生心の声ラジオスタート。まずは昨日放送されたアニメ4話でございますが、冒頭でジェニスの妊娠が分かり、グレイラット家はお祝いムードに包まれますが、その後リーリアの妊娠が発覚、しかもその子の父親がパウロだと判明、お祝いムードは一転重い空気。当然だよね、まあ、そんな空気を一変させたのはルディ、まあ、というよりもまあ前世の男だったと、まあ、ルディに、母様、僕にとっては両方とも兄弟ですと言われたゼニスは、ルディにはかなわないわねと、リーリアが家を出ていくことをやめ、リーリアもこの運は一生かけて返さなければとルディに感謝します。なるほどな、すごい家だな。やがて二人の赤ちゃんが生まれると、徐々にグレイラット家の日常が変化、当たり前だね。そんな中、剣術にも魔術にも行き詰まりを感じていたルディのもとに、師匠ロキシーから一通の手紙が届きます。この手紙がきっかけとなり、ルディは大きな転機を迎えることになります。どっか行けってやつだな、どっか行けは変だかもしれない。というわけで、間違いなく強キャラっぽいギレーヌさんが登場するわけですね、はい、パウロの剣術で気絶させられたルディ、目が覚めると馬車の中、遠くに見えるロアの街、どこ行くのってやつだね。
これね、離れなきゃいけないんだって、もうそういう年齢に差し掛かったんだなって。早いよね結構ね。ただ才能を見抜いてなのか、状況を鑑みてなのかね。シルフィのこと忘れないでね。アニメの感想届いています。心の声ネーム昼夜逆転さんです。アニメで初めて無職転生拝見しました。可愛いルックスのルディがずっと杉田さんの声でゲスいことを考えていて笑いました。そうだよ、転生前と転生後なんだから。音楽も作画も美しく、スタッフの皆さんの気合が伝わってきました。そうね、このアニメ用に立ち上げたスタジオの一発目なんだって確か。うん、気合を覚悟を感じるよな。嬉しいね本当に、そこに立ち会えるってさね。僕はね、あの原作小説は読んでないままオーディションを受けたんですけども、状況にそのまま流されるんだったら、僕は割と原作を読み込みすぎて失敗した経験が多かったんで、アニメで変わったりとかした時に受け入れられなかったりとか、うん、やっぱ芝居に出ちゃうんだよな、うん、そういうので失敗もするから、まああえてあんまりチェックしないでいくっていうのをやったら、まあそっちの方が良かったな、この作品に関しても、うん、状況にね一緒になって驚きたいんだよなね。はい、心の声ネーム、スターブライトジョブレスさんからいただきました。アニメには見ました。前世からのトラウマを引きずって外に出られないルーデウスが一歩どころじゃなく踏み出す。自分の足ではなく馬の足であり、背中を押したのはロキシーの胸でしたが、うん、そうだよ、それでも大いなる前進になる、いい話でした。盗んだご神体が見つかるというオチまで完璧だったというね、うん、そうだよ。いつの間にってね、ロキシー言い出せなかったんだろうね、あれないなみたいなね。もう言い出せないか、そうだよな、こっそり営み覗くぐらいには溜まってるもんな。溜まってるって言い方よくないな、しょうがないよ、うん、それによって俺は引いたりとかしないぜ師匠な。さて続いてはこちらのコーナーです。お前の本気を見せてみろ。はい、このコーナーでは前世の男のように異世界に行かなくても実は現世で人知れず本気を出していることを紹介します。はい、まだ無職転生ではこの冷やし使ってませんね。クラシカロイドで使いすぎたら同じ音響監督さんに怒られたことあります。杉、お前それ前や使ったろう、マスの時にってしゃくれ禁止ねって。はい、心の声ネーム猫ペンさんからいただきました。本気を出しているのは飼い猫との会話です。言葉では通じていませんが意思疎通はなんとなくできています。これ本当なんだよね、動物、犬とか猫、そうだな、まあ個体差はあれど割と理解してるんじゃないか。音と体温、温度かなとかね、うん、音って結構、あと光か、うん、なんだろうな、人と違う感覚で犬も猫も感じ取っているのだろうか。亡くなったうちの犬は、まあ、僕は都内に一人暮らしですけども、埼玉の田舎でテレビから僕のキャラクターが喋る音声がテレビから流れるとスーッてこう、あれいるのかなって探すんだよね、うん、そう、それはあるよね、やっぱある程度理解してるよな。でもやっぱあの、なんだろうな、すり寄ってきたりとかね、猫ちゃんが来るのもあれ多分寒いんだろうな、あったかいなってなるところ、うん、だからちょうど僕の股の間とかに収まるとですね、え、そう、そのままスーって寝ちゃう子もいるから。ずいぶん猫触ってないな。猫飼ってる人周りにいるけどお願いできないな、偉い人だからね、うん、そう、事務所の社長さんがいる。最近飼い始めた人。そこ俺言ったら変じゃない、社長さん独身だし、うん、へへへ、猫を触りに来ました。ああ杉田くんって言って、猫かわいいですね、でしょ、やっとトイレ覚えたんだ、猫かわいいですね。そこの事務所のタレントが多分、ああってことは杉田さんと社長はやんごとなき関係で なっちゃうからダメ、絶対ダメ、はい絶対ダメ。はい次、心の声ネーム卵焼きさんからいただきました。頑張りすぎないことに本気で取り組んでいます。
頑張ればできると言い聞かせていろいろ受け負ってしまい、後に抱えたものの重さに絶望したり、やり遂げた後に燃え尽き症候群に襲われる経験が何度もありました。今は常に気持ちにゆとりを持つように気をつけています。抜群に辛いメールが来たね。しんどいね。まあ、なんだろうな、責任感のある人ってなんだろうね、それでもこう自分にかけられた期待を無限にできないからやっぱ全部受けちゃうっていうのはあるかもな。辛いね。まあでもなんだろうな、あの感情の器の話があるけども、人のね話聞いたり辛さをこう受け止めてどっか捨てるのが上手い人って自分でも思ってたけど、それは単純に器がでかいだけで、でもでかい器に入れ続けたら溢れちゃうんだよな、うん、俺は器小さいと思うけど捨てるのは上手い方じゃないかな。どうなんだろう。でもだからそれで自分の器って勘違いしがちだから気をつけようねみたいなこと言うのはあるな。まあ今ゆとり持ってるんだったらまあ良かったけども、解決策あまりないと思う。心の声ネーム有識先生からいただきました。歯磨きに本気です。一般的に就寝前の歯磨きは一度のみでしょうが、私は就寝前に二度、さらに起床後に再度ブラッシングします。まず歯磨き前には染色液で、歯石を強調し、就寝前の一度目は歯磨き粉を回転式の電動歯ブラシに、つけば本体を磨き、二度目と起床後は研磨剤の入っていない歯磨きジェル、こちらを音波式の電動歯ブラシにつけ、歯肉を磨きます。最後に水で軽くすすいで完成です。多忙で歯磨きをおろそかにして虫歯や歯周病を患ってしまったのをきっかけにこの歯磨き習慣を身につけましたが、それ以来新たな虫歯はゼロです。なるほど、そうだよね。悩みって歯ってパーツで違うからな、歯自体の、 あの色素が付着するのを気にする人もいるし、僕はね、あの歯周病歯茎の方だったんだけども、そうだ、磨き方ってだ歯医者でめちゃくちゃ言われたよ、それは。磨き方ってあるんだよね、縦に使うってやつ。今ここで実践したところで絵がないから伝わんないんだけども、いやいや歯医者さん実は一時期すごい通ってたんだよ、割とね健康だと思ってた、健康じゃなかったんだよ、その一個が歯だった。そうだね、歯磨きジェルいいんじゃないかな。あとね、マウスウォッシュです。ふんふんってあるでしょ、すごい有名なやつあれいいよ俺はサンスターの回し物じゃないけども、ふんふんはちゃんとマイルドめなやつじゃなくて紫のあのきついやつか、あの黄金色のきついやつの方がいいぜあとフロスですね、はい、糸で歯の間をちゃんとやろう。それやっぱり最初は血が出てくるのよ、ズビシュってなっていててってやって、でもねそのうち血が出なくなるんだ。ちゃんとフロスで歯の間、あと歯肉との間をちゃんと磨けてるってことになってきて、だんだん血も出なくなってくるから大事よ。そうだな、この人さらにこれでフロスまで始めたら大変だと思うけど、でもいいんじゃないかな。ね、次、心の声ネーム清楚なひよこさんからいただきました。私は登下校の時に歩きながらよく一人で歌っていたんですが、たまにいるよね、車で帰ってる時に四ツ谷駅の近くで歌いながら歩いてる岩崎宏さんを見たことがあるんだけど、キレが良かったな。すげえ、さすが宏様やと思ってね。人に聞かれるのが恥ずかしいので人が近づくたびに声を小さくして歌っています。いかに私が歌っていることをバレずに歌えるかについて毎日本気を出しています。まあすれ違った知らない人がいきなり歌を歌ってたら確かに怖いよな。岩崎宏さんはなんかありだって、あ、なんかそういうステージでも近いのかなとかね、キレがいいなとかそっか、歌溢れる人羨ましいよ、俺無理だもんだって歌すごいじゃん。だって朝起きてさ、ガチャってこう窓開けてさ、おはよう小鳥さんたちって言って、あー歌が溢れてくるわーって歌ってあー食卓からはパンの焼ける匂いってラーラララみんなおはよう世界おはようみたいな、ね、無理だな、無理無理、歌が溢れてくる人生なんかな、本当対極的だぞ多分、溢れてくるのは便意だな。
はい、以上お前の本気を見せてみろでした。お送りしてきました無職転生心の声ラジオエンディングです。さてテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すは毎週日曜日に好評放送中です。東京 MX、BS11、KBS 東京は20、京都は24時から、サンテレビは24時30分からです。24時から何してんの？サンテレビさんは大人の絵本2021とか A 女、E 女、C… あ、これじゃ言えねえや。もっとすごい大人の絵本とか放送してんのかな、みたいな。また D アニメストアニコニコにて地上波同時配信中。その他の配信サービスでは毎週土曜日正午より順次配信です。そして無職転生ブルーレイ第1巻が4月21日水曜日に発売決定、全4巻だそうです。それぞれ詳しくはテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すの公式サイトをチェックしてください。そしてこの番組では皆さんからメールをお待ちしているそうです。アニメの感想、各コーナーへの投稿、サッカー長ハーマンへの体ファンの皆さんの熱いメッセージ、番組概要欄のリンク先にあるメールフォームから送ってきてくださいね。よし、いっぱい喋ったからもう終わり。それでは今週もありがとうございました。無職転生心の声ラジオ、お相手は前世の男役杉田智和でした。また来週ね。